おはようございますちょ。フォルテです。いやー寒いですよね。というわけで、メリークリスマッチョ。僕は、クリスマスということで、靴を買ってきました。僕ね、なかなかショッピングとかしないんですけどもね、久しぶりにね、靴を買いました。スニーカーです。2、3年前の靴をずっと使ってました。おいしょ。買ってきました。ナイキです。僕はこの靴を早く下ろしたく今履いてます。今雨がたくさん降っており、なかなか外で履く機会ができないので、室内履きに今進化してます。お外に行くまではしばらくこの状態でモチベを上げながらピアノ頑張っていきたいなと思いますよ。てなわけで今日は早速ピアノをやっていきたいと思います。ラララドシラミミソファミラララドシラフォー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 っていうやつをね、弾くと言ったんですけどもね、その経過報告です。あれから約1時間ぐらい経ちました。1時間はちゃんと本気で練習しましたよ。というわけで早速ご紹介していきたいなと思いますよ。やっぱ早くやりすぎた、ごめん。ゆっくり。ゆっくり。これな、この曲、外したりとかしちゃうと、多分ショックすぎて声が大きくなってしまいます。もしかしたらこれを演奏会でいつか弾く日が来るかもしれないですが。あーって言っちゃうかもしれません。許してくださいね。はい、バリエーション1。これは変奏曲でね、まあ、いろんなパッセージ、これが主題って言ってね、このテーマ、この曲をどんどん変奏して難しい編集で、パッパパパパ、パパ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 とかいろいろ変わってきます。というわけでね、それをね、今第一バリエーションで初めて変奏曲になりました。いきますよ。前髪を下ろしてみました。はい、意味わからなかったね。あれ違うんだ、絶対。まだあるの？
作るよ。はい。すぐ集中したらな、口がポーンって開いちゃうんです。あ、全国ツアーやるんですよ。先日名古屋公演と大阪公演発表したんですけども、まさかの名古屋公演初日で完売させていただきありがとうございます。大阪公演はね、あともう少しだけ席が残ってるんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、練習。ここら辺は冬飯さえ弾けるようなところです。
というわけで、最後の難しいところだけちょっとやって終わりたいなと思います。まあ、あとはね、譜読みしたら弾けそうです。まあ、この辺はね、こんな感じ。ラドシラソミファソラドシラ、千本切り千本切り千本、あとは譜読みができたら弾けそうです。ポジティブ。というわけで、最後の一番難しいバリエーション11をいきましょう。ほらほらほら、やっちゃったよね。うん、分かってた。最後のねアルペジオね結構外しやすいんですよ。結構有名なねピアニストとかもねやっぱ本番興奮するとまあぐちゃぐちゃになってるんですけども、まあこれはね興奮してぐちゃぐちゃになるのを楽しむ曲です。ラーカンパネラとかもねミスが少ないのを楽しむ曲ではございません。ミスをしながらボロボロになってから弾けたのをそれでなんかうわすごいなっていうのを楽しむ曲です。リストは大体そういう曲です。そんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、ボロボロになりながらその挑戦に向かう様子を結構楽しんでもらえたらなと思います。僕はそうやって楽しんでます。昔のねキーシンとかの映像を見ても結構ミスは多いんですけど、なんかそのねもう行き切ったぞ俺だよって感じがね結構僕は好きなんで、皆さんもそういう好きな人が集まってるかなと思うので好きですよね。ありがとうございました。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。それでは、バイバイ。